ヒールでもつがらが。そうだ。どこまで行く。ボーナス確定。はい、それではビッグボーナスの紹介に入ります。ビッグボーナス中はちなみに、1ベッドボタンの横のボタンでここですね、このように BGM を変更できますと。お好きな曲で紹介しましょう。でビッグボーナス中は基本的にもう全て振り打ちで OK です。ただしカットインが発生した時のみ、全リールに、あ、これですね、このようにカットインが発生した時のみこの液晶に出ている指示通り全リールに赤7を狙うようにしましょう。ちなみに、このカットインの種類で赤7のソロ期待度が変化します。この岩部と捨て丸、これは一番弱いやつですね。この上に、モノノフ4人衆、伊達、真田、奥村直江、このモノノフ4人衆ですね。でさらにその上に、前田圭司、さらにさらにその上に、豊臣秀吉ですねっていうのがあります。出た、ビッグボーナス中、これですね、キセル演出、これが出ると、7揃いの記載度が大幅にアップということなんで、さすがにキセル演出絡んでの前田圭司となればもう揃うんじゃないかなと。あ、揃いましたね。はい、さあこの赤7が揃った時なんですけども、これは通常時のビッグボーナスか ART 中のビッグボーナスかで性能が変わります。通常時の赤7揃い、いや通常時のビッグ中の赤7揃いは、ART 修羅の時が確定で、 ART 中のビッグボーナス今回ですね、このような場合はなんと3桁のゲーム数は乗せが確定しますと。なかなか、ART 機ビッグボーナス中の7揃いっていうのは、まあ、数多くあれど3桁ゲーム数が確定するっていうのはなかなか聞いたことがないので、一度揃うとね、その興奮度はもうものすごいものになるなと。はい、というわけで、ビッグボーナスは約204枚の獲得ができますと。で ART 中のボーナスはこのように、ボーナス中に獲得したゲーム数のトータルが最後表示されますと。今回は100ゲーム上乗せに加えてボーナス当選という、まあ、10ゲームでトータルで110ゲームの上乗せですね。で ART 中のボーナスの後はもう一度、準備状態から始まりますので、またこのように、逆押しの波が来た時は、まあ、バー狙いでましょう。来ましたね、これはステップアップフリーズですね。ステップが進むごとに、厚い子役にレア役に変わってきます。今のはステップ1でしたね。今のステップアップフリーズなんですけども、ステップ1なら強チリオは、強水化、ステップ2ならチャンス目、ステップ3で中段チェリーで、ステップ4で、極めチェリーで、ステップ5まで行くとフリーズとともに極めビッグボーナスが確定するといった風になってます。でこの法則が崩れるとチャンスという風になってますので覚えておきましょう。入りました、うん、奥村スケモンなのでかなり10ゲームどころか50ゲームきましたね。はい、まあ、このように ART1 はレア役からゲーム数は乗せ、そしてボーナスの抽選も同時に行うと、さらに上位モードへのアップ抽選も行ってますので、ボーナス確定。レギュラーボーナスですね。
で ART 中のレギュラーボーナスは今出たみたいに極めレギュラーボーナスというふうになりまして、この通常時はここが、1の門2の門とかで、歌舞伎極め歌舞伎で修羅の時といったふうな、クリアするごとに ART 突入期待度が増すというふうになっているんですけれども、ART 中はこの押し順、3択の押し順ですね、に正解するとここに表示されるゲーム数が上乗せされると。お、うまいこと一発で、はい、今押し順に正解したので、1つ目の歌舞伎玉割りでプラス10ゲーム。というわけで、ボーナスは ART 中に引くとまた性能が変わるということを覚えておいてください。右だ、左だ、中だ。来た、ついに来ました新修羅の時。先ほどの、ゲーム数上乗せとボーナスと同時にこの新修羅の時への移行抽選も当選していたということですね。やってきました、新修羅の時。基本的にこの新修羅の時は、1セット10ゲーム継続します。でこの間は、ART のゲーム数の減算がストップしますと。でこの10ゲームの間なんですけども、この間は天部の極みの、抽選を毎ゲーム行っております。はい、今みたいに、家紋ですね、まずは伊達の家紋を獲得したんですけども、ここの左にあるランプ全員分ですね、4つの家紋を全て獲得することができれば、天部の極みへと突入します。ちなみに、この間にレア子役が成立すると、この家紋がたまる期待度がアップと、まあ、天部の極み突入率がアップすると。さらにこの間にボーナスに当選した場合は、天部の極みが確定するというふうになってますね。引き損は全くありません、はい、これで、1セット10ゲームが終わってしまったのですが、さらにここから、ループ率もありますので、このあとさらに10ゲームが継続する可能性もあります。はい、来ました。このように継続となるとまた再度10ゲーム新修羅の時が継続します。来ました、火柱演出。これの火柱が激しく燃え上がれば、ボーッと燃え上がれば、おレア子役大チャンスです。来ましたね、今これちょうどチャンス目かな、引いたのか分かんないですけど、今音とともに直江の家紋を獲得したので、はい、残り2ゲームあったんですけども、もうこの段階で、天部の極み突入確定しています。はい、というわけで、やってまいりました最大の見せ場でもある天部の極み、この間は、3桁ゲーム数100ゲーム200ゲームといった3桁以上のゲーム数を毎ゲーム上乗せしていくというとんでもない上乗せ特化のゾーンなんですけれども、この際にですね、まずここ画面の下にある通り通常モードと、後告知モードというのを選ぶことができますと。通常モードの場合は、毎ゲーム上乗せしたゲーム数、そのゲームで獲得した上乗せゲーム数を表示されますと。でこの後告知モードの場合は、毎ゲーム告知されずに最終ゲーム、この天部の極み終わった時に最後に一気に何ゲーム獲得したかというのを
表示されますと。よし、じゃあ後で行こう。僕がね4桁上乗せ見せてあげたいなと。できるかな。じゃあ行きます。はい、この天部の極み、まあその3桁ゲーム数の上乗せ毎ゲーム確定するっていうのもあるんですが、継続率ループ率は 75% あります。でさらに、リプレイ以外では、必ず継続というふうになりますので、今回このように押し順ベルナビが出てます。なのでもうこの時点で、もう3桁ゲーム数の上乗せかつ継続が確定しますと。はい、上乗せ確定と。で今回は後告知モードを選んでいるので、今回何ゲーム上乗せしたかはまだ分かりません。はい、でも今回も押し順が出ているので、継続は確定ですよと。つまりリプレイ以外を引かなければもう継続が確定なんですけども、さらに、この天部の極みの間にレア子役が成立した場合は200ゲーム以上の上乗せが確定しますと。今、刑事のこのオーラや切り方がいつもと違ったと思うんですけども、こういったところでも継続の期待度の示唆をしておりますと。はい、このようにリプレイだったけども上乗せ継続と。危ない、焦る。左だ右だ。基本ねスロッターにとってこのゲーム数上乗せっていうのはもう3桁っていうのはもう本当によだれものの上乗せなんで、それが毎ゲーム行われるといったやつなので、本当4桁ゲーム数上乗せも全然夢じゃないと。の場合はこれですね、天下無双チャレンジという風に発生しまして、ここでマックスベットのボタンの連打で次々にゲーム数を破壊していって、最終的に何ゲームの上乗せに成功していたか。よし、おちょうどよっしゃー来ました。見たことねえよ、4桁上乗せ初めて見た。はい、このように、4桁上乗せも全然できるといった風になっておりますと。左だ、右だ、中だ、それがただめよ、まあ、といった感じで、もう残りゲーム数が1500ゲームを超えちゃいましたが、さらにね、この1500ゲームを消化している間に桜花乱舞、さらには再び天部の極みに入ったりすることも全然ありますので、そうなるともう一度こういった状態になってしまうと、もう閉店までっていうのもザラなんじゃないかと。 ART である修羅の時のゲーム数がなくなると、そこから、パチンコでおなじみの戦モードに突入しますと。この戦モード中も一応 ART 状態ではあるんですが、この間マイゲーム、修羅の時への、引き戻し抽選を行っております。はい、できました、ホラガイになりましたね。これもパチンコと同じで、このようにホラガイが鳴ると、はい、おなじみのこの青か赤かというこのミスが起こって、もうこれはパチンコ花のケージを打たれた方は分かりますよね。本陣吸収、戦モード終了のピンチと。
赤軍が勝てば、お、よかったよかった。はい、この後赤軍が勝てば継続。負ければ、しんがりモードに転落もしくは、復活の可能性もあります。本当刑事の表情などにも注目しておいてください。いろんなところにチャンスアップありますね。この時も、捨て丸だけじゃなくて岩部が出てきたりとか。はい、よしよし、これはもうガッツポーズの瞬間ですよね。よし、とりあえず安心っていう、縄文到達。これおなじみ、この段階で、戦モード継続以上は確定ですね。中だ、左だ。でこの縄文を突破すれば、よしよし、はい、ここのメーターおなじみですよね。ここはもう連打必要なく、このリールを止めるごとにメーターが上がったりするんですけども、これマックスになったので左だ、はい、縄文突破と。風になると手段の時に引き戻しという風になります。これを、マイゲーム抽選を行っているのが戦モードとなります。はい、というわけで、こちら戦国パチスロ花の刑事天に愛されし男、どういかがだったでしょうか。最近はね、ART がまあ人気になってますけれども、しっかりボーナスも搭載されておりますと。でさらに、上乗せですね、もう3桁上乗せが毎ゲーム発生する、さらに 75% でループする天部の極み、さらに、7揃いがもう連続して最大1ゲームで1回で、3回揃い 80% で、0ゲーム連でループしていくオーカラムですね、といったまあゲーム数上乗せのいろんな特化したところもありますので、非常に ART 機としても魅力があるんじゃないかなと。あとはまあそうですね、パチンコファン、パチンコ花の刑事ファンも分かりやすい演出となっておりますので、もうこれが出たら、あ、熱いんだなっていうのはもうパチンコと同じような演出になっております。スロットを打たれたことがないという方も、まあ非常に楽しめる台ではないかなと思います。まあ、あとは、このパチスロ花の刑事から搭載されたこの携帯連動サービスモバラッチョ、こちらの方もありますので、ぜひこれもね、お試しでも構いませんので、やってみながら遊んでみてはいかがかなと思いますので、ぜひとも皆様、この興奮の方をホールの方で体験していただきたいと。あとはもう存分にかぶいてみてください。やるか。前田利久屋敷。刑事殿はまだですか。刑事殿、早く。そこに伏した利久の前で刑事は待った。年久は生涯にただ一人愛したお春を刑事に重ねていた。お春がいて刑事がいた。年久は己の生涯を良いものであったと理解した。茶など一服しんぜましょう。いただこうか。戦国一の歌舞伎者、英雄的怪談時の伝説が始まったのだ。